移民船団指揮官マルドゥークの GS 機関起動を確認。全移民船団は重力勾配航法に入りました。移民船団指揮官マルドゥークより入電。後方開始直前の発信です。人類の勝利と地球の再興を祈る。遥か宇宙の深淵を越え、互いの商法を伝え合わんことを。返信なさいますか？以降の返信が彼らに届くのは何年後だ？重力勾配航行に入った場合、通信は双方向ともに非常に困難かつ不安定です。期間周期によって数ヶ月後から数年後までの幅があります。最も確実なのは、船団が目的地に到着するその時、地球時間において約60年後になります。ならば今送信する必要はあるまい。 5.9 光年、54年後の返信で十分だ。こちらからのお別れはすでに告げてある。は、互いの商法か。分の悪い賭けに乗せられた側の最後の強がりといったところだな。北米航空宇宙防衛司令部より国連統合参謀会議へ。マルドゥークはバビロンの鍵を得たり。了解。マルドゥークはバビロンの鍵を得たり。繰り返す。マルドゥークはバビロンの鍵を得たり。諸君、いよいよだ。人類は間もなく勝利し、この地球は再興する。60年後ではなく数年以内にだ。54年後、彼らに送り届けようではないか、この美しき地球の姿を。緑あふれるユーラシアを。司令、国連統合参謀会議より返電。バビロンの扉は開かれる。以上です。貴様、諸君、現時刻をもってバビロン作戦を発動する。ナイブス2よりナイブス1、予定地点到達まであと120秒。ナイブス1、了解。減速を開始する。特殊準備に入れ。ナイブス2、了解。第一光学映像記録完了。GPS 正午に回します。ナイブス1、了解。こちらも記録を完了した。誤差はないようだ。悪くない飛び方だったな、ウィル。滑らかに穏やかに。女を扱うように優しくするんだ。貴様のようなガサツなタイプは女にも戦術機にも嫌われるぞ。了解です、マクマナス注意。注意を扱うように丁寧に心がけます。なんだ、祈祷したらご褒美が欲しいのか。慎んで遠慮申し上げます、マン。いい返事だ、ウィル。よく分かったよ。お前が全く分かっちゃいないってことだね。にしてもこっちもアリバイしない光景ですね。分かっちゃいましたが、そう。
き言には早すぎだね、少尉。泣き言ではありません、感想です。ほう、このダリル姉さんに向かって言うじゃないか。上官への正しい助言は部下の責務であります。まあ、やれやれ、何を期待してたか知らないが、私何も変わらん方が安心するね。全ては予想の範疇内、なべて弱こともなしってな。しかしお前のセリフもわからんでもない。最近はお船も網にかからんが、これっきりで打ち止めとは思いたくないからね。諦めたくないんですよ。誰も諦めたくないさ。だからこそ私らはここにいる。でも忘れるんじゃないよ、無事に帰るのも任務だよ。はい、マム、もちろんです。情報完了、マップデータ更新、精度問題なし、転送します。更新確認、こちらも異常なしだ。オートマッパーができて随分楽になったもんだ。メルビナ様々だ。写真並べてお絵描きするのはもううんざりだからね。すごいやつですが、あり合わせていろいろ組み上げるのは本当に数字に強いってのはインド系の血のなせる技ってやつですか。そこは関係ないだろうと言うべきとこだが、ありえん話でもないな。少なくともそう思わせるように振る舞ってる。オージーとインドも複雑だしね。そう見られた方が彼女にとって得なんだろうよ。追い詰められると縄張り意識が強くなるっていうか、んなもん気にしてもどうしようもないんだけどね。もうそうですね、皮肉な話です。よし、そろそろ設置ポイントだ。この地形なら少し内陸に寄せるべきか。内部室続け。内部室了解。オッケー、この辺りにするぞ。中継機下ろせ。慎重にやんな。メルの薄い胸を撫でるようにジェントルにだ。痛くするなよ。手元狂わす気満々じゃないですか。大体作戦中ですよ、注意。レコーダー回ってるんですから。なんだ、まだやってなかったのか。童貞かお前。
そんな関係じゃないです。疑われたら彼女に迷惑ですよ。別にメルが聞いているわけじゃあるまいし、 US マリーンがこれぐらいで動じるな。俺どうした？復唱しろ、ウィル少尉。はい、マム。同日、ジェントルに設置します。打ち込み確認、固定完了です。アンテナ新調、システムチェック開始。了解。こっちでも軌道を確認した。何かしら拾ってくれりゃいいけどね。世の中なべてこともなしじゃなかったんですか？そりゃ設置するまでの話だ。わざわざ推進剤吹かして据え付けたんだ。当たりを引きゃネイビーの連中にも顔が立つ。違うかい？俺はもちろんそう思ってますよ。ステイツの正規母艦様がこんなものに頼らなきゃいけないとはね。低軌道衛星がなきゃどうしようもないですよ。 GPS が生きてるだけマシです。母艦の静止衛星リンク、メルは何か言ってないのかい？さすがにメルもうちの装備になると関与できないみたいですが。聞く限りだと、あれは技術士官総出で取り組んでも無理だそうですよ。技術の方は特に人手が足りないしね。アーも派手にへし折れてりゃ当然か。アイランドが陸のアイランドってのは胸くそ悪い冗談だな、ウィル。ねえ、寝て覚めて冗談だったらと思わない日はないですよ。完了しました。交代機モードで中継開始。隊長、これってまさか。ビンゴだ、ウィル。本当に一発で拾ったぞ。よし、上出来だ。座標が入ってる。
ちらからのコールは受信しないようです。自動ビーコンです。オーケー、十分航続圏内だな。行ってみりゃ分かる。内物1よりソルティベース、聞こえるかい？ソルティベースより内物1、感度良好。中継機 E7 の設置を完了。直後に救難信号を受信した。繰り返す、救難信号だ。進出可能半径内につき内物領域による直接確認の許可を願う。了解。こちらでも E7 経由で信号を受信、座標も確認した。許可あるまで待機せよ。内部1了解。急いで頼むよ。ウィル、発進準備だ。了解。ソルティベースより内部1、内部蒸気による直接確認を許可する。生きているのは1ヶ月ぶりの老後だ。頼むぞ。ライブスワン了解。頼まれたよ。ライブス、いつでも行きます。オーケー、焦ってアンテナ蹴倒すんじゃないよ。内部1より内部2。ビル、念のために言っておく。過剰な期待をするんじゃないよ。内部2了解。コード上げるよ。呼び出しを続けな。了解。相手が出たら得意のジョークを披露しとけ。了解。って隊長、ジョークは召喚を得意とするところではありませんが、大体こんな時に。お前の得て増えてなんだ聞いてないんだよ。大真面目な話だ。みんな、信号強度から見てもでかい船じゃない。救命ボートか何かだ。ま、そういうことですか。了解。
分かったか、言ってみな。あ、相手はごく少数、あるいは単独、何日、いや何週間孤立してたかも不明。音声が途切れればそれだけで不安を与えると思います。ことだ。一発で正解ならニコリスキャンディーをくれてやったのにな。面目ありません。音声通信を開始します。こちらアメリカ海兵隊第31足前日方向戦闘機体ブラックナイブス、救難信号を受信しました。聞こえていたら応答願います。こちらアメリカ海兵隊第31足前日方向戦闘機体ブラックナイブス、救難信号を受信しました。聞こえていたら応答願います。こちらアメリカ海兵隊第31足戦術方向戦闘機体ブラックナイブス、救難信号を受信しました。聞こえていたら応答願います。どうした？こっち第26ナイブス2、ナイブス1、音声に反応あり。続けます。こちらアメリカ海兵隊第31足戦術歩行戦闘機体所属機、聞こえています。繰り返しお願いします。救難攻撃、この火星は音声が不明瞭ですが、そちらの座標は確認しています。現在接近中。引き続きこのチャンネルで続けてください。了解。あ、ビデオ、不祥事。ただいま。無線がだいぶへばってるね。こりゃ相当運のいいお嬢ちゃんだ。今日逃してたら発見できなかったかもしれないよ。こっちもあっちもラッキーですよ。生きてさえいれば助けられる。当機は現在もそちらに接近中。少尉、その場所に留まっていてください。あ、第26大将、大将は繰り返し名乗りを入れてきています。こっちの声も聞こえてるはずなんですが。当然向こうに釣りゃ最後の瞬間まで本当に解剖できるか分かったもんじゃないんだよ。万が一を考えりゃせめて名前だけでもってことさ。ビルボ、もう少し女心を勉強しな。こういうのに女も男もないでしょ。だったらなおさらだな。名前ってのはそういうもんさ。
了解です。少尉、まもなくそちらに到着します。このまま通信を。対象を望遠で確認。そっちはどうだい？こちらでも確認しました。素晴らしいね。お待ちかねの変わり映えする眺めじゃないか。最高ですよ。誰かが生きている。これ以上の話はない。いいセリフだ、ウィルバート。着陸するぞ。よし。一旦会場に出てから右旋回。一度フライパスして周囲を確認する。ジェット氷を当てんじゃないよ。距離100で着地。試脚歩行接近。内部2了解。距離100で着地。試脚歩行にて接近します。1よりソルティベース、対象を発見した。乗員数名規模の救命艇の模様。また目視で船外に生存者1名を確認した。これより保護する。ソルティベースよりナイブス1、生存者確認了解。引きの強さはさすがだな。任せときな。帰ったらあんたもカードでむしってやるよ。ビル、降りたらファーストエイドキットを用意。サバイバルから緊急用輸液も出しときな。了解。大丈夫ですか？ってこった。海兵隊員じゃないか。マリンだって？
おやまあ本当だ。マリーンで、しかも A 司会。神のお導きも捨てたもんじゃないね。ありがとうございます。私は、おい、ああそのまま座ってな。無理するんじゃないよ。強化装備のバッテリーはさすがに切れてるね。お嬢ちゃん、何日目だい？水は？漂流してからは5日目で、水分は十分取ってると思います。ちょっと待ってな。今こっちのスーツとつなぐからね。すみません。いいんだよ。この広い海のど真ん中でマリーンのお仲間に出会えたんだ。感謝ならマリア様にしときな。注意、毛布出しておきますか。今体温を調べてる。どっちにしても強化装備を戦術機につないでやる方が早いだろう。バイタル、そっちにも回すよ。軽く発熱してるか。けどこの程度なら感染症の心配はなさそうだね。ウィル、輸液はいいからドリンクパックよこしな。はい、どうぞ飲まれますか。いただきます。ありがとう。簡易バイタルチェックをかけてるけど外傷もないみたいだし、気管まで差し迫った問題はなさそうね。よかった、もう大丈夫ですよ。リリア。第26海兵戦術機構軍所属、リリア・シェルベリ少尉です。座ったまま失礼します。第318海兵戦術機隊、イルバート・コリンズ少尉です。同じくダリル・マクマナス中尉だ。今は二人ともネイビーの第三母艦好きだけどね。第三母艦、ジョン・F・ケネディ。はあ、助かった。そっちの第26ってことはフィリピンからかい？船は？あ、そうだ、こんな話してる場合じゃ。すみません、捜索隊の手配お願いします。他にも救命艇が脱出してるはずなんです。だから無理するなって言ってるだろう。一体どうしたんだい？船はネイビーのシアトルで脱出してたんですが、機関部をやられて漂流してたんです。補給艦でしたから物資には困らなかったんですが、5日前に嵐で。
もともと浸水区画が多かったんで、許容応力を超えたんだと思います。それで一気に浸水が進んで、とっさに強化装備を掴んで救命艇に飛び乗るのがやっとで、でも他にも何隻かボートが展開したのは目撃してるんです。他の救命艇はすぐに離れてはぐれてしまいましたけど。お願いです、今から捜索すればきっとまだ。すまないんだけどね、捜索隊は出せないんだよ。え？私らの推進剤もそろそろ余裕がない。今日はお嬢ちゃんを乗せて戻るのがやっとなんだよ。だったら簡単に連絡して捜索隊を。母艦に報告は入れてるよ。今頃向こうでも検討はしてるだろうさ。気持ちはわからないでもないが、今はあんたの体の方が心配だ。私なら大丈夫ですから。母艦の方でもそう簡単に戦術機を出すわけにはいかないんだ。どうして？同じマリーの命がかかってるんですよ。艦載ヘリとか近隣の基地に要請とかいろいろ。ヘリはもうないし要請もできない。そんな、だって JFK は。私らも漂流の身なのさ。シェルベリ少尉よりははるかにマシだろうけどね。嘘。じゃあまさか。あんたは仲間の分まで生き抜いたんだ。ここからすぐのところに中継機も設置してある。ここらに救命艇が近づけば確実に拾えるから安心しな。どういうことですか？中継機。輸送艦に乗ってたならあの時から通信障害には気づいてただろう。あれは今も続いてるんだ。ウィルの言ってることは本当だよ。どのみち中継機が信号を拾わなきゃ捜索は無理なのさ。このだだっ広い海域に数機ポッチの戦術機じゃね、捜索は無理。推進剤も無駄にはできないんだ。すまない、本当に。
まずは船に戻るよ。話はそれからだ。いいね。了解です。ナイブス1よりソルティベース、救命艇より生存者1名を確保。乗員は他になし。生存者は US マリーン第26海兵戦術機構軍所属、リリア・シェルベリ少尉。若干の衰弱はあるが、バイタルに問題なし。戦術機にて搬送可能。データ転送する。ソルティベース了解。医療チームにデータを回しとく。詳細は帰投後に報告せよ。ナイブス1了解。これより帰投する。さてと。ウィルバート・ディ・コリンズ少尉。はっ。シェルベリ少尉を貴様の機体に乗せて差し上げろ。はっ。はっ。なんだウィル、何か文句でもあるのかい？は、いえ、その、恐れながら我々のスーパーホーネットは探査であります。それがどうした？いや、だからその、シェルベリ少尉を運ぶのであればハーネス固定で召喚の膝の上ということになります。その通りだな。それがどうした？その、このようなケースは女性同士の方がよろしい。却下する。大長期のコックピットを塞ごうとはいい度胸じゃないか、コリンズ少尉。いえ、俺は決してそのような。大体私は見ての通りでね。ハーネスで人を乗せるにはちょっと窮屈なのさ。コリンズ少尉、上官の心優しい説明を理解した上で命令を復唱したまえ。アイマム、上官の機体にてシェルベリ少尉を搬送します。よろしい。さあ急ぐよ、日が暮れちまう。シェルベリ少尉、立てますか？大丈夫。あ、ちょっと肩借りますね。ウィルボーならあの子にもちょうどいい安定剤になるだろう。
どうしたんですか？シートロック完了してますよね。なんだ、ちょっと待ってくれ。今最終確認中だ。はい。すまない、待たせたね。ベルトにテンションがかかってるから、体重とか気にしないで安心して座ってくれ。ん？どうした？なんでもないわよ。おう。悪いけど、こんな状態だから全力で座らせてもらうからね。なあ、だから大丈夫だって。どんなに重くても俺には負担にならないから。あのね。ん？なんだ？なんでもないわ。ナイブス1よりナイブス2、何をトロトロやってるんだい。準備はできたのか？ナイブス2よりナイブス1、ハーネス固定完了しました。これより予備コネクタ接続します。はあ、内部室40秒で支度しな。了解。ごめん、ちょっとケーブルつなげよう。ごめん、どこかいたんだ。そうじゃなくて、もう少し早く言いなさいよ。おう。電源いってるはずなんだ。大丈夫、映像も来てるわ。 OK、 これで保温機能も戻るはずだし、楽になると思うよ。そうね。ナイブス1、シェルベリ少尉の強化装備接続完了しました。いつでも出られます。ナイブス1了解。ギリギリ39秒ってとこだね。さーて、お家に向かって出発するよ。
ナイブス2、副将はどうした？何かあったのか？ナイブス2、了解。無線が不明瞭でした。ほう、便利な無線だな、ウィルボー。は、全くもって無線は便利であります。カビル、お嬢ちゃんの体が弱ってるのは間違いない。丁寧に飛べよ。それこそ女の体を。ナイブス2、了解。発進しましょうか、隊長。フライトになりそうだな。ストーン干渉につながる場所だ。南太平洋、座標でいうとオーストラリアとハワイの中間くらいだ。残ってた海水が干上がって潮が浮いているんだ。干上がって、 JFK の周りもひどいもんだぜ。散々潮かきしてくる前ほど喉はやられなくなった。塩には困らない。おまけに塩の塊を掘り返せば塩漬けの魚が出てくることもあるんだぜ。釣り上げる前に調理されてるなんて笑えるだろ。そうね。何が起きたのかしら。
詳しくは起動してから説明があるよ。食料も水も五感に帰ればいくらでもあるね。真水で風呂も入りたい放題さ。シャワーもある。なんせ原子力五感だからな。疲れも取れるし、汚れも匂いも消せる。船に着いたら速攻で案内するよ。まあ楽しみだろ。ごめんなさい、やっぱり疲れてるみたい。少し静かにしてもらえるかしら。寝てていいんだぜ。五感まで一直線だからね。早くさ。ありがとう。でも眠れそうにないのよ。安心しなよ、墜落するほどエゴじゃないさ。そうじゃなくて、疲れてはいるんだけど気が高ぶってるみたいなの。頭の芯が重くてとても眠れそうにない。より内部2、そろそろ見えてくるぞ。ビル、お嬢ちゃんにしっかりと見せてやんな。内部2了解。リリア、前方1時の方向だ。1時。あれが。
あれが俺たちのホームだ。ナイブスリードよりケネディコントロール、管制区域に入った。領機着艦許可戻る。ケネディコントロール了解。着艦順序を確認する。君らが一番だな。ナイブスワン了解。そいつはありがたいね。コントロール、パッケージは内部室だ。先に着艦させる。了解した。内部室から誘導する。内部室、最終進入コースに入れ。内部室了解。リディア、着艦態勢に入る。内部室、着艦を許可する。着艦許可了解。内部室よりコントロール、着艦する。コントロール了解。救護班は待機済みです。 Welcome home。